どうも、ポチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。それではキングダムハーツ3やっていきたいと思います。おい、今違うゲームの名前一緒になっちゃった。どうした、何を落とした。危なかった。いやちょっと間違えそうだった。後で教えてあげるね。はい、いくよ。お、なんだこの丸い敵がいますね。あ、敵だ。うわ、なんだこれ。バシャ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 のやつ。受けてみろ。そういうのそれな。パパ怖いけど、あいつバシャ怖い。よいしょ、人間からやっつけてこ。まあそうだ、外側から倒してくる大事。なんだこれ。痛い痛い、危ない。痛い。よいしょ、スイープのブーストハンマーじゃん。こんな時にはハンマーじゃん。ハンマーじゃ当たってない。あれ死んだ、その前に。あ、でっかく来たぞ。ハンマーをでっかくしたんだから、どんどん行こう、どんどん行こう。もうもう救おう、もう救おう。あ、救おう。お姫様みたいなやつ。よっしゃ、やっつけろ、お願い。これでいけ。いいんじゃない。いいね、かっこいい。死んでない。なんかすげえな、朝からすげえ強いビーム出した。よし、よし、助けた。どうぞ先行こう、助けに行こう。増えてる気がする。急ごう。タンポポ、タンポポ、かわいらしいタンポポみたいな。なんかさ、前タンポポの王様受けるやがいた、いた、戦った。あ、全然回くらい。そうだよね、出てこなきゃいいけど、出てくる気もしなくはないけど。よし、いいね、よし行こう。そっちだね、もう本当。この時からこう、でで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 。おお、かっこいい。いいよ。ヘルメットライブ。割と一網打尽にしたんだ。よしよし。いいんじゃない？あお、魔法だね。あ、いいね。武器で上がってよ。やった、武器。勝ち確ですよ。もうすぐだよ。もうすぐ、もうすぐ。スクーターよ。なんだこの、なんかないぞ。違う、違う、コウモリか。コウモリだね。下から出てきた。おっ、忘れされ。いて、ダーターン。困ったらハンマーじゃん。出た。困ったらハンマー。困ったらハンマー。ピコピコハンマー。ハンマーの強さがさ、あ、でもいいんじゃない。いいよ。どうだ。どう。あ、いいね、いいね。グンピーとなんか合体技、グンピー投げる。グンピー投げる。これいったんじゃない。こっち。あ、いいね、ナイス回復。これでまだ、あ、出た、アフロ、アフロ王様。こんなんだったっけ、前回。前回とまた違くない？いっぱいいる。強いね、なんかいっぱい増えてない？あ、もう笑ってる場合じゃ怒った。笑ったから怒った。あ、あ、もう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 、ごめん、笑ったからかな。笑ったからか。何笑ってんの、機械。どうじゃ。
もぐ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 もよしよし、あ、つけた、色変わったな。ラプンツェル、あ、もう会えないかと思っていたよ。捕まって、あ、あ、あれ、刺された、今刺されたの、痛い、大変、早く動員、分かってる、急げ、どう、ラプンツェル、おいで、いい加減にしなさい、ただのはやめるんだよ、いや、絶対にやめない、これから先も生きてる限りずっと逆らい続けるわ、諦めないわよ、どんなことをしてでも逃げ出してみせるから、でも彼を助けていいなら言うことを聞く、ダメだダメだ、ラプンツェル、お腹痛い、絶対逃げない、絶対に出ていかないから、すぐに彼の傷を治させて、あそこ治せるもんね、そしたらあなたのそばにいる、望み通りいつまでも一緒にね、何もかも今まで通りよ、約束する、望み通りにするわ、だから彼の傷を治させて、あんたが私たちのことを追いかけてきちゃ困るからね、友人、ごめんなさい、でもこれでもう大丈夫だから、よし、ラプンツェル、本当に大丈夫よ、私を信じて、ダメだ、そんなことさせられない、あなたを死なせたくないの、でも君が犠牲になってしまう、ねえ、絶対大丈夫だから、ラプンツェル、ちょっと待って、友人、何を、ダメよ、そんな、嘘、どうしてくれたの、ああ、そうだね、いや、パスカル、あれ、闇に落ちたか、ならば光の元には置いておけない、闇に落ちたのか、純粋な光を曇らせかねん、あー、なんか大変なことになりそうだ、うわ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 、なんじゃこりゃ、うわ、カメレオンかな、いや違うな、カメレオン、わあ、なんじゃこりゃ、うわぁ、なんか、いや、頑張れ、こっち、何かあったのか、届かない、それはそれは大変なことだ、危ないでしょ、痛いの、
ないじゃん。でもまあまあ、あ、くしゃみとか言って、くしゃみされるの、やめて、くしゃみするの。結構ダメージは入ってる、いい感じに。グーフィーボンバー、いけ、グーフィーボンバー、いいぞ、グーフィーボンバー。どこ、どこ行っちゃった、飛んでった。ドリルパンチ、ゴキブリだ。どうだ、痛いだろ、ドリル、なんか木みたいだし、聞いてる、聞いてる、聞いてる、すげえ聞いてる、すげえ聞いてる。やっぱクンタクだよ。すごい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 。どうじゃどうじゃどうじゃ。いいよいいよ、もう半分超えてるから。あれ。なんだ、光りましたね。なんだ光、塔の上に登った。なんでなんで。ピー。その間抜ければいいんじゃない。あ、ずれた、うん、またそこのなんか間を抜けて抜ければいいんじゃない。うん、あ、何これ、また助けて、出て出て、結構ダメージ入ってるから気をつけてね。やだやだって何、気をつけるのがやだ。やってもらったね、ひい、あ、あ、痛い痛い痛い、出て出て出て、なんだよ。あ、いいよいいよいいよ、近づけない、頑張って近づいて、痛い痛い痛い、結構聞こえてる、どこ出んの、塔登れる、登ってもろて、登ってもろて、登ってもろて、ムーニーボンバーがいけるけど塔登らないといけないね。持っちゃったの、もっと登って、うまく落っこちゃったの、もっと登って、うまく登れないんだけど、登れないね。あ、でも叩ける、いいよいいよいいよ、よし、グーフィーボンバー、いけ、グーフィー、当たって砕けろ、落ちた落とした、落ちたよ、すいません、もっと回復してもらえた、いいよいいよ、切りもみしてくるわ、あいつ、なんだよ、え、うまく近づけない、こんな、もうちょっとなんか、もっとシュッて近づけたはずなんだけどね。あ、でもだいぶ減ってきてるよ、痛い、あ、何それ、近づけて、もうなんか使っちゃった、あれ、水に、木に水、木に水って育ちそう、まあ、まあ、いいと思う、大丈夫、あれ、また登った、あいつなんだよ、あれ、出れない、出れない、あ、来ちゃった、うまい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 、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、すげえ近づいてってるじゃん、めっちゃ近づいた、よし、よっこいしょ、あれだ、よっこいしょ、よっこいしょ、よっ、出れない。それでもう一回登っちゃえ。いけるいけるいける。なんでやってんの。え、ちょっと、あ、回復したかったの。あ、あ、どこ？今どこにいるの私。どこにいるの。あ、やばい。一回こっちはいいと思う。オッケー、次上がってもろて、上がってもろて、うまくできない、どこになった、うまく叩けない、叩けた、あ、いいよいいよいいよ、あ、メジホームになっちゃった、あ、なんか、あ、でもいい感じで減らしてってるよ、そう、あともうちょい、もうちょいだよ、死んじゃう、死んじゃいそう、
丈夫かな。あれ、人が来てないけどな、なんであんなあいつ上にいんの。めっちゃ上にいる。あったあったあった、こっちの方にいる。オッケー、あともうちょい。あ、やばいよ。オッケー、ナイス。やっとけた。やっつけた。無我夢中で。あ、不倫。しっかりして、死なないで、友人。花はきらめく魔法の花、時を戻せ、過去に戻せ。何？君は俺の新しい夢だ。あなたは私の。ああすごいグーフィーでじゃ悲しそうな顔してる。あの場所危ないけどな、窓だから。傷を癒せ、運命の川よみがえらせろ、過去の夢。お、すげえ。おー、よかった。ラプンツェル、友人。俺言ったっけ、その髪の色の方がいいって。友人かっこいいね。こいつ本当クズなのにめっちゃイケメンよ。危ない危ない、落ちる。危ない、落ちちゃう。よかった。ラプンツェル、本当の自分の居場所に帰るんだな。うん、そうね、そうだわ。信じられない。あ、これから本当の家族といられるのね。ソラたちが助けてくれたおかげよ。プリンセスだよ。そうさ、この王国にぴったりの素敵な姫君だ。そして君たちは最高の仲間だ。いえいえ、ありがとう。ええ、みんなありがとう。ピッタム、うんうん、マキシマスもフリンと仲良くね。ああ二人は大丈夫だな。何が？魔物たちを操ってたやつが途中から姿を見せなくなったんだ。もしかしたらまだこの世界にいるかもしれない。あいつラプンツェルを狙ってたから、うん、プリンが守ってやってくれよな。何かあったら俺たちも駆けつけるよ、うん、まあプリンよりラプンツェルの強そうだよね。ああ任せてくれ、ラプンツェルは俺がずっと守るよ。もう友人とは。友人って？ああ
俺の本当の名前、ユージーン・フィッツ・ハーバート。そっか、ソラたちには言ってなかったな。言ってなかった。そうだし、かっこいい名前だね。そっか、改めてよろしくな、ユージーン。ああ、ユージーンは私だけが知ってる名前だったのに。名前なんかよりラプンツェルには俺のことをもっと知ってもらいたいんだ。ユージーン。ああ、二人だけで何話してるんだよ。なんでもない秘密よ。僕たちは仲間でしょ。仲間に隠し事は良くないよね。だからそんなんじゃないって。マキシマス、行け行け。お、あ、してくれよ。鼓膜取られた。もうやばい。ああ、このワールドクリアじゃないですか。あったー。あ、もらったよ、エバーアフター。高い魔法力を秘めたキーブレード、ミラージュロッドに変形します。お、アバターシフト。あ、エバーアフター。エバーアフターね。エバーアフターを変形した後、四角を押すと回避を行いながら分身を出すことができます。アバターを出すのね。アバターシフト、なるほど。アバターを作り出した状態でコンボを行うと一緒に魔法を発射することができます。なるほど。 あ、そういや、いたわ。この世界には箱の情報はなかったな。箱ね。本当にそんなものはあるのか。あるさ。どうしてそんなに自信があるんだよ。しるべさ。ああ、さあ行くよ。どこへ。あいつら追ったって仕方ないだろう。ソラたちは箱を探してないぞ。ソラたちを追う必要はないよ。ほう。不服そうだね。お、あ、ミッキー王様。え、いなくなった。そんな。はい、13期間の時、ビクセンと名乗りレプリカの研究をしていたエベンは我々と共に人間に戻ったのですが、ずっと意識が戻らないままで、リアがここを立った頃に姿を消したんです。うんうん、ここにいるエレウス、そしてお二人を案内したディランが街中探し回ったのですが、発見できませんでした。うん、そうなんだ。うん、レプリカは残ってないのか。そもそもレプリカの研究自体未完成でしたから、資料は残っているでしょうが、実際に心を宿すほどのものは残っていないでしょうね。うん、エベンが行きそうな場所を知らないかい。エベンも我々も今はただの人間です。もうこの世界から出る術はありません。闇の回廊なら我々にはもうそんな力はありません。うん、その力を持つ者がエベンを連れ去ったとしたら、うん、そうか、新十三期間もまだ欠落がある。その欠落をレプリカで。イエンシッド様のところに戻ろう。はい、ソラたちにも来てもらうんだ。あ、合流だ。お、合流する。お、お、あ、いっぱい人いる。新獣さん機関じゃない。人として復活したのも、うん、また機関のメンバーとして戻っていいのか。ああ、カマンさ、むしろいざとなったら私を消したアクセルたちは信用できない。そのおかげで人として復活したんだ。私にとって大事なことは研究だ。人であろうがなかろうがそんなことはどうでもいい。私の研究を完成させることが大事だ。
レプリカ。ああもはやレプリカは人形ではない。心さえ宿せば血肉を持つ完全な人間の器となる。それを聞いて安心した。その研究によって最後の器を完成させるためにお前を機関に招いたの、ビクセン。久々に見るな。新しい宙域に行けるよ。おお、やったやったぜ。どこ行こう。宙域を変える。初めて訪れる宙域ではトラベルゲートがスタート。あ、こっちへご飯に乗らなきゃいけない。あ、なるほどね。あ、今までこっちにいた。で、こっちだ。ミスティーストリームと、あ、違う、モンストロポリスと、ミスティーストリームの上だ。アレンデール、アレンデール。あ、どっちにする。こっちあれでしょ、モンスターズインクでしょ。そうだね。で、こっちがさ、あれでしょ、リトル、あ、アレンデールって海かと思ったけど合ってる。あれ、アレンデールってなんだっけ。あれ、どこだったっけ。あ、これ雪だ。あ、そうだわ、そうだ、あれだ、アレンデールだ。そうだ、穴雪だ。どっちがいいかな。前のさ、ワールドもう行ったんだっけ。全部待って、これがここ行ったでしょ。で、その上とかはこれは、え、だってここがちょっとうまくいかないな。あ、オリンポスでしょ。あ、もう行ってんだ。全部これがトイボックスで、うん、そしたらじゃあ次あれだね。なんだ、行けんだ、ね、あ、行った行った。これがトワイライトタウンだからいいんだよ。こっちどっちがいい。いやー、迷うね。でもレベルで言ったらあれですよね。こっち？そっちじゃないよね、きっと、ね、26って書いてある。あ、こっちだね。じゃあモンスターズインク行くか。そうだね。じゃあ一旦ここで、そうだね、終わりにしますか。うん、動画は。そうしましょう。一回じゃあここで切ります。はいはい、今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。